走りね。差しで勝負しない？車の性能が測れるよ。返事して。いいか、ドリフトは安全すぎるんだ。はあ、ガーッと来ないのさ、マジで。わかるのか、はい、お前に。エイミー、そう思わないか。ああ、それはどっちとも言えないかな。車に無理がかかるのは嫌な感じ。でもうまくコントロールできるとゾクゾクはするわよね。わあ、じゃあ俺は行くよ。来るかい。ええ、うん。じゃあな、後でね。こっち来なよ。
あいつがドリフトを嫌う理由は一つ、下手なんだ。うん、大事なのは微妙なタッチだ。うまく滑り続けるにはな、ギリギリの状態を維持する。その通りだろ。おっしゃる通り。ドリフトにもいろいろあるわよね。なあ、分かってるね。ロビンには品がある。手つきが優しい。うん、スパイクは初心者のようにサイドブレーキを乱暴に引っ張るばかりだ。そんなにひどくはないわよ。でもあいつは父親が金持ちでよかったとは思うぞ。ちょっと話しすぎたみたい。もう行く。おしゃべりは嫌いだっけ？嫌いなのは座って話してばかりでちっとも走らないことよ。実はちょっと計画していることがあるんだ。まだ決まってないけどね。哲学談義に飽きてはしゃぎたくなったらどうぞ。じゃ、決まったら教える。後でね。いつも先を言ってる子だな。彼女の周りはいつも賑やかなんだ。とにかくお前もベンチュラベイで車を走らせてみな。ああ、電話するよ。町の奴らに紹介する。
だ。スパイクにうんざりしたら俺と派手に走ってみないか。いい場所を知ってる。遠くないから一段落ついたら来いよ。そこで会おう。じゃあな。よう相棒、どうしたんだよ今の。マジでダメじゃないか。ロングホーンでビリヤードでもしないか。お前を待ってるから寄ってくれ。マヌとロビンも来るはずだ。
私はこれからベンジュラベイのいろんなスポットを回るところ。あなたもどう？気が向いたら来てね。